はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ今回はね、相次ぐ大量のコメント抹消ね、言論統制ということでね、お話ししたいと思います。最近だけに限らないんだけども、Google 様ね、YouTube の、ま、投稿コメントをビシバシと削除されております。で今日もね、いろんな昨日の動画のコメント数があって、でもう3つぐらい消えてるとかね、1本の動画でね、結構ビシバシ消えてるんです。でそれに関してだんだん分かってきたよっていうことで、昨日動画も作ったんだけども、さらにまたね、ピンポイントで分かってきたよっていうね、そういうことです。でまずこの言論統制とはね、何なのかなと思うんだけど、まずはこのスルメスルトさんから連絡ね、投稿がありました。 YouTube、Google の最近の検閲言論統制はあらゆる分野でやりすぎですよねということで、このね、言論統制とは、公権力が検閲制度などの手段を用いて言論表現を制限すること。規制の対象や方法は様々である。マスメディアが対象となることが多いが、集会、デモ行進、個人の会話まで規制されることもあるということだよね。でこれが徹底しているのが中国ね。いろんなツイートとかね、なんかこうぼやっとこうしぶやいたらね、すぐしょっぴかれてしまう、当局にね。怖いね本当、日本もね、そろいつつあるんだろうね。はい、でやっぱりね、ここら辺から始まってるんだね。この王さんからの投稿がね、前回も紹介したんだけど、私もおじいのチャンネルに限らず、通信事業者端末関連の話題の動画にコメントを書き込むと、かなりの確率で最初は表示されているのに、いつの間にか消されていますということなんだね。でおじいもね、通信事業者とか端末関連の動画が結構多いので、ウェイト占めてるので、だから消えちゃうコメントも結構多いのかなっていうね。じゃあね、おじいのお歌のコーナーとか、じゃダンスのチャンネルでもやる人も誰も見てくれないでしょうね。でまあ、池さん、先ほど私もコメント飛ばされました。これからは AI との知恵比べですね。そもそもアップルは楽天と相性がいまいちなのは前から感じてましたがってことだよね。で王さん、サムスン、ギャラクシー、5G、モバイル、Wi-Fi ルーターの所有者なので、実際の使用感をコメントしたら、投稿後、瞬時に消されました。これ、でもさ、所有者として使用感を、で、コメントしたら、瞬間に消されてしまうって。たまったもんじゃないね。だから価格コムとかああいうところも瞬間に消されるんだろうね。ヤフー知恵袋とかいろんなところがみんなそうなんだろうね。いや怖いね本当。で横文字いっぱいさんからね、LINE もシングルプランね、前にはミニプランと書けば消されませんが、単語を入れ替えて正しいブランド名プラスプラン名に修正すると消えますね。ちなみにいずれか一方のみなら消えません。複数並べると消されます。さあここですごい答えをいただいたね。LINE もシングルプランとかね、こうやって1個かけてミニプランとか書けばって、そうなんだ。 LINE もシングルプランで正式名称ってなんだろう、プラン名って正式名称ね。LINEMOの正式プラン、ミニプラン、スマホプラン、
ちょっと待ってよ。ミニプラン、スマホプラン。ああ、LINE もミニプラン。で、マイネをシングルプランで、こうやって入れ替えると消されないけども、これを入れ替えて正式名称、LINE もミニプランってやると消されるんだ。これ。本当？本当？みんなちょっと、試してみたくなるでしょう。マジで？それだと結構ビシバシ消される人多いね。元気なおじいの視聴者さんで、コメントビシバシ消された人って、こういうのに当てはまってる？何かそういう単語使った？そういうの入ってた？そういうのがね、うん、あるかもよ。あと、なんだっけ、ドコモの、例のルーターのやつね、あれの調子悪いとかさ、入れらんじゃん。ねえ。へえ、そうなんだね。ブラン、正しいブランド名とプラン名に修正すると消えちゃうんだ。これ怖いね。これでちょっといろいろ試してみるのも面白いかもしれないね。いいよ。おじいのところで自由に試してみて。いや、これ本当ありがとうね、この情報ね。うん、もういろいろ試してのことだろうからね。これがもう答えだろうね、これね。はい。それで今のところ、LINE もミニプラン、マイネオシングルプラン、LINE もミニプラン、シングルプランなどのように、A 字部を ABC などの U プラス、1D400 以降にある A 字を使うとか、また難しいことよな、フォントだよね。半角カタカナにするだけで回避できる模様。今後、ニコ動画並みにガチに取り締まる、見物。ニコ動画ってそうなの？そういうの結構徹底してるんだ。じゃあ、ニコ動画ってね、よくいろんなでこうね、わーって流れるのは知ってるんだけど、ニコニコ動画ってのはね、あんまり見たことがないんだよ。過去にほんのちょっとだけね、ちょっと見に行ったことがあるんだけど、それ以外はね、あんまないな。ニコニコ動画をあんまり見たことがない。で、おじい、ライブ配信やってるとよく言われたんだけど、おじい、ニコ生やんないのって言われたんだけど、有料だったんだよね。月500円の消費税払って、そんなののしられに行くって、ド M のすることじゃん、ですよね。本当。意味がわからないって、ニコニコ動画をやる意味がわからないって、おじい、確かずっとすり言ってたんだよ。何のためにお金を払って、ののしられに行くのっていうね。なんでいちいちね、心へし折られて、もう廃止にされなきゃいけないのっていうだド M じゃないといけないよね、本当ね。はい、次はね、ゆっくりさんがね、コメントが消える系ではないのですが、元気なおじいのチャンネルをベルマーク付きでチャンネル登録しているのですが、ありがとね、希少です。この動画の通知がありませんでした。通知の一覧を見てもこの動画のみに通知がありません。不思議ですねってことでね。そういうのもあるみたい。通知がいかない。ね。だからそういうところに規制が入ってるんだろうね、きっとね。だから見られないんだろうね。不思議だね、ほんと。みんなも試してみて、元気なおじいのチャンネル登録、ベルマーク式で登録してみて、これ検証してみて。はい、ゆうすけさん。ごくろふざけんじゃないぞ。ぼったくりスマホを販売するし、YouTube のコメント、通信関連のコメント消しとかで、うわーって感じだよね。Google のぼったくりスマホってなんだろう?Google のぼったくりスマホってなんだろう ?Google のぼったくりスマホって何？おじいの頭にあるピクセルしか思い浮かばないんだけど、他になんかあんのかな？ピクセル？ピクセル？ああ、そうか、ピクセルあれ、結構いい値段するんだっけか。そうだよね。値段でね。でも欲しいね。Google の、ピクセルの話だったら、あれは、お値段そうだと思ってる、おじいは。あれはね、高いなって感じないんだよ。なんでかっていうと、
Google って余分なものを入れないからね、まあ、最低限のものは Google 製品入ってるんだろうけども、本当に変なものいっぱい入ってないし、あと何かを処理するにしても、同等の CPU、GPU 積んでる、同等クラスのスマホと比べても、処理速度が圧倒的に高いんだよね。もう全然圧倒的に速いんだよね。もう何十パーセントか速いんだよね、20、30%ぐらいね。で、その継承を、ね、元気な人でね、仲良くしてくれてる、ドルーサさんっていう YouTuber さんがいてね、禁酒 YouTuber さんだね、今ね。で、新人もよく端末いっぱい買って、こう、せーのでドンってこう、検証されてるのを見てね、それで、あ、こんなに違うんだなっていうね。なので、あれはね、ピクセルはね、本当に、そこまでの使い勝手の良さがある。ね、だから同じ上等品で買った場合に、ピクセルは、快適っていうことなんだよね。で、あと、夜間の、その、ピクセルで撮った夜間、まあ、他のやつも結構、いいよっていうね。例えば、ASUS のやつとかね、ナイトモード比べた場合、Google のピクセルにはかなわないんだけれども、でもかなり近いところまで来てるよねっていうぐらい、まあ、ピクセルはやっぱりね、カメラ性能がね、やっぱすごいいいよね、本当ね。なのでね、そういう面でいろいろ見てると、Google のあのピクセルは、おじいは、やっぱりそこの他が追いつけを起こせる目標にするぐらいの、そういういいところ、基本的ないいところがあるので、まして動作なんて一番重要なところだからね。だからね、そう考えるとね、あれは価値観あるんじゃないかなって、おじいの中ではそう思ってるんだよ。ピクセル。ね。あれはね、本当お金があったら本当買いたいよね、本当ね。うん、もうね、社屋の豪邸買っちゃったーってね、あれぐらいいっぱい儲かるんだったらね、本当ね、同じ地域で育ちながら、なんでこんなに違うんだろうっていうね、本当。ね、おじいも静岡出身なんだからね、社屋の豪邸住みたいよね、本当ね。仮に雇わないといけないぐらいのとこ住みたいよね、本当ね。まあ、そんだけでね、Google のスマホはね、ピクセルだったら、あれはお値段そうだなと思うよ、本当ね。で、なんかピクセルをね、なんかソフトバンクとかああいうとこでなんかね、安く買えるよとかって情報もあったから、まあ、あれはあれでいいんじゃないかなっておじい思うけどね、ふざけんじゃないっていうスマホは、いっぱいあるよ。他に本当に指ネジとかそれこそ指ネジの A7 買ってみたっつってね、まあ、もうおっさりしてるっつって、でもう売却してありませんっつっていや本当ね、今ね、YouTube ね、方向性悩んでね、お休みしちゃってる YouTuber さんいるんだけど、本当にね、いい動画いっぱい出してるんだけどね、すごい参考にさせてもらってるんだけど、ね、あーって、うん、まあ、もうそれして使えねえですね、面白いよね。はい、漢字四文字さんね、もう覚えてない、多分100件近く消されてるのでってね、もうそんなにいっぱい消されてるんだね、本当ね。だから、もう、コツ覚えたでしょう。これからはもう消されない。ね。コツ覚えましょう。はい。次はリーサさんだね。最近は YouTube に限らず言論統制が見にくいですね。ヤフコメもワクチンの悪口書くと必ず消される。ワクチン安全と書くと掲載。本当怖いって、これもひっそり消されそう。おじいが見えたらラッキーって感じだよね。そう、おじい読んじゃったけど、昨日もあれねって言いながら言ったけども、お単語を読むのも怖いね、本当ね。はい、で、カムイさんはね、これ検証コメントね、3の1、私はアップル信者なので、新しい iOS、なんだかんだ言っても最高ですよ。ね、で、検証にコメントを検証。でも、この頃は、iPhone や iPad より Android 端末の方が使いやすいと思い始めました。アップル製品はクソみたいに思い始めて残念です。なんとかしよう、アップルさん。ね、で、これね、
揚げ揚げシャゲシャゲ風にコメント書いていましたが、どうなりますか。 とりあえずみんな大丈夫ですね。あのなんかメーカーとあの端末とかあのなんかプランとかなんかあの並んでると消えるとかね、なんかあの法則があるみたいだから、うん、だから例えば iPhone で、10Pro Max とかさ、なんかこうフルで書いたりとかさ、なんかそういうあれがあるんじゃないかな多分ね。まあ、とにかくわからないけどね、相次ぐ大量のコメント抹消をね、言動統制についてここだね、もう王さんが最初感じていた、ね、通信事業者端末関連の話題、まあ、これがかなりの確率している。あとね、今言った4文字ね、そこら辺なんだよね。だ本当この横文字いっぱいさんが投稿してくれたようにね、この法則があるので、これちょっと頭に入れておくといいかもしれないね。意外と通信関係とかね、いろんなものを話しするときにやっぱどうしても書いちゃうよね、フルでね。そこのところをねちょっと気をつけよう、うん、だ例えばなんだけど LINE ものミニプランとかって真ん中にのって入れるとかやったらどうなんだろうね。あとあの 点入れるとかなんかね、正しく連続してるとダメだと思うんだよ多分ね。だこうやってあの半角英数字使ったりとか、あの違う文字使ったりとかね、いうのもあるかもしれないけど、なんかそれやんなくてもここになんかかましばいいと思うよね。本当鍵カッコ使ったりあのカッコ使ったりとかね、何かしらの工夫できそうだよね、なんとなく。で、LINE もの右矢印ミニプランとかね、いろんなやり方があると思うね、多分ね。だそこのところを、まあ、どう回避するのか、あくまでも AI は登録された単語によってそれをパンって抹消するはずなんで、そこに引っかからなければいいわけだから。そうそう。で、こういうのがね、どん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 やりすぎになってくると、またね、あれが流行るんだよ。丸々ね、一字伏せ字とかね、ライン丸とかね、でまた今度でまた丸インもとかね、こうやって二つ並べる人がいたりとかね。そういう中で始まっちゃう、うぜえなーってなってくるよ。伏せ字をするんだったら書き込むなってね、そういうのが書き込むとかそういうのでも書かれてるけど、でもそういうのをしないと表現ができなくなってしまう世の中になっていっちゃうよね、ほんと。時代がまたちょっとしゃがのぼっていっちゃうな。やっと最近ね、ほら、いろんなところでもその伏せ字は失礼とかね、使うもんじゃないとかね、全く意味がないとかね。で、よくあるじゃん、こうなんか誹謗中傷するにしても一時伏せ字すれば大丈夫なんだとか、でも誰が見てもあこれだなって分かる。裁判で結構負けてるんでね、そういうのってね。だから伏せ字は全く意味がないから使うんじゃないっていうね、そういうのはもう科学部だと結構すごい昔から指摘されるんだけど、そういうのがねまたみんな使い出しちゃうんだよ、そういうのがね。えでまた今度お子様たちがまた喜ぶんだよね。また昭和の時代のあれと同じになってくるんだね。車に丸の中に入る車は何でしょうなんてね、こことここ出して真ん中の2文字をね丸々にしてね、ねえだなんてね、変なもの連想させたりとかね、またねつまらない時代逆行するようなね、そういう風になってくるんだよ。ダメだよね。これは本当におかしいよね。Google さん、自由の国アメリカなのにさ、ねえ、だんだんなんかね、自由の女神がだんだん おかしくなっていっちゃうね、なんかね。大丈夫なのかな、本当。いろんなこと。なんかね、こう、ホニャハラっていうのがいっぱい種類が出てきてるけど、ああいうのもさ、みんな大体、あっちの方から出てくるよね、そういう言葉が生まれて、ね、でなんか主張しだしてっていう、
だからさ、なんか知らないけどおかしいよね。なんかね、自由の国からなんか自由をなんかで、制限するようなものがいっぱい出てきてるよね。おかしいよね、なんかね、うん、はい、まあこれで終わりましょう。またね、バイバイ。